ここに来る前、一騎団だった祖父から渡されたんです。多分新大陸から持ち帰ったんだと思います。分かってます。新大陸のものは持ち出し禁止。それでも祖父は。遠い遠い、あの月から持ってきたと祖父は昔言っていました。もう二度と行けない思い出の地だと。新大陸から戻った祖父はこの石をずっと調べていました。いつもは陽気な人でしたが、石のこととなると真剣で、結局何もわからなかったようですが、どんな気持ちで持ち帰ったんだろう。なぜ私に。見つけてこいということなのかな。40年前にはできなかったことも誰かに託され、引き継がれ、いつかはなされるはずです。その繰り返しが私たちをここに連れてきました。この答えだってきっとあります。だから大自然の中でまだまだあがかないと。それにしてもリベルカーナはどうして流血症の地に来たのでしょう。あがけ、この生ける大地と共に。お待ちしてました。
してもイベルカーナはどうして流血症の地に来たのでしょう。
亀裂が。あなたはいつも先に行く。今も昔もこうして課題を残すのね。これは一同、揃っているな。これより作戦会議を開始する。まず、体はもう大丈夫なのか。君の力により、イベルカーナを退けることができた。これは、君にしかできなかったと断言できる。本当によくやってくれた。さて、当のイベルカーナは、イズコへと去ったわけだが、これについて説明を。はい。五騎団推薦組としばらくの攻防の後、イベルカーナは外郭の形状を急激に変容。その後、渡りの地方面へと飛び去りました。変容の理由、そして何を目的に流血症の地を訪れたのかも不明です。それと、私個人の印象ではありますが、イベルカーナは撤退したのではなく、目的があり、あくまで一時的に流血症の地を訪れただけだったのではないかと。極寒の地に住まうはずのコリウが、一時でも血脈たぎる流血症の地を訪れたのか。なぜか。もしかして外郭の急激な変容と関連があるのでしょうか。いずれにしろ調査が必要になろう。もう一つ、変容したイベルカーナですが、とてつもない力の増加を感じました。このままではセリエナが。よし、調査班は急ぎ渡りの地に戻り、イベルカーナの所在を明らかにしてくれ。物資技術班は万が一に備え防衛の準備だ。兵器はアステラから援助する。ことを焦るな、一歩ずつ準備しろ。その一つ一つが必ずや身になることを忘れるな。以上、解散。イベルカーナを探し出さないと。探索で渡りの凍て地に行ってみましょう。先輩が心配事があると言っていましたが、どうしたんでしょう。
どこかにイベルカーナの手がかりがあるはずです。変容したイベルカーナ、とてつもない力を感じましたね。古代竜人が、話を伺ってみましょう。抗うことも本能。今はとにかく進んでみましょう。今のところ環境に変化はありませんね。あれってイベルカーナの痕跡、やはりこちらに戻っているんですね。まだ近くにあるはず。あれはもしかして、イベルカーナの痕跡、向こうに続いています。先輩が言っていたのですが、おば様の安否を知らせる定期連絡が遅れているそうなんです。確か伊手地を調査していたはず。どうされたんでしょう。ここにもありました。そばにもう一つ痕跡が、もしかして人の。あれはもしかして、人の足跡、やや小さめ。状況から見ておば様で間違いないかと。イベルカーナと同じ方角に進んでいます。まさか。なんだか嫌な予感が。
様が見つけたものと同じ布です。確かめないと。わかりました。相棒は周囲の安全確保をお願いします。おば様の捜索は私が。相棒はレギーナの狩猟を。ありがとう、ありがとう。お待ちしてました。捜索は私が。相棒はレギーナの狩猟を。ここにキャンプがあれば便利ですよ。依頼を終わらせて作ってもらいましょう。
おばさまを見つけました。合流しましょう。またあんたたちに助けられたね。ありがとう。無事でよかったです。私信じてましたから。ずいぶんと心配かけちゃったわね。あんたは本当に私に似てる。知りたいことから逃げられないところなんかそっくり。これそう、またあなたが導いてくれたのね。見てちょうだい、師匠の走り書きの続きがあったわ。歌とモンスターの異常行動は関係あり、生態系に多大な影響が出ている。地殻変動、大いなる存在、時間が尽きた。私の道はここまでだ。歌、生態系に影響、大いなる存在。これはイベルカーナのことでしょうか。石がこの地にあるということは、その主であるイベルカーナの巣もきっと近くに。ヤツの巣が近いことは私も賛成だ。それが分かった次は、さ、どうする？私、イベルカーナのことを知りたい。彼をとことん調べ尽くして、祖父に全部報告します。いいね。奴は随分と力を増しているようね。このまま追うのは危険よ。ひとまず戻って立て直しましょう。はい。というわけ、イベルカーナが今現在渡りのいて地にいることがはっきりしたわ。あら、遭難したことについてはまた後で。今は先に考えないといけないことがあるでしょ。わかりました。その代わり、この後俺の小言をたっぷり聞いてくださいよ。それにしても布の走り書きが引っかかるな。歌、生態系に影響、全てを信じるわけじゃないけど、
気になる単語が多すぎる。よし、このことは俺からじいちゃんに共有しておきます。頼もしいわね。よろしくお願い。イベルカーナがイテチにいるなら、アステラからの兵器輸送を急がなくちゃいけないな。それなのですが、船着き場からセリエナへの道中でアンジャナフの足を発見との情報がつい先ほど。今輸送隊が来たらまずい。お前たち、すまないがアンジャナフ足の狩猟を頼まれてほしい。編纂者は輸送隊の到着を見張ってくれ。安全確保できたらセリエナへの案内を頼む。承知しました。何かあった場合はすぐに知らせます。みんなを連れて無事戻ってこいよ。待ってるからな。任務対象はアンジャナフ亜種。これは暴れん坊ですね。来たな、ゴキ団。よろしくな。ようこそ。頑張り時や。